ソーラーを自由に飛びたいな。はい、ヘリコプターは現実的、しかもカプコン製、必ず墜落するという、もはや呪われていると言っても過言ではない。こんなもん差し出されたら私青色のタヌキ割ってやる。いや、そこは呪うとこでしょ。急に悲鳴上げて脅かすなよヨウム。脅かしてんのはお前らだ。あんたはなんでいつも一人で盛り上がってるのよ。もしかして一人の時にいつもそんなことしてるのか。なに言ってんのよ。誰も捕まらなくて暇な時に陽キャシナレーションなんか。誰が綾瀬はるかだ。いや、言ってない言ってない。もうほんとどうしちゃったのかしら。この子どこで育て方間違えたのかしら。育てられた恩の覚えもねえよ。昨日の晩御飯ほどの覚えもないわよ。ちょっとヨウム、今のはいくらなんでも言い過ぎなんじゃない。嘘、霊夢本気で怒ってるの。昨日の晩御飯は私がココイチでカレーを奢ってあげたじゃない。とその前に、だから今日はヨウムが晩御飯を奢ってくれるって約束したじゃない。いや、本当にそんな覚えねえ。なあなあ、ところでそんなに時間無駄に使ってても大丈夫なのか。は、そうよ、今回やってきたのは豊家神社というところよ。住宅街の中にこじんまりと佇んでいて、とっても可愛らしい神社なので。私はまだよくわからないんだけど、神社の見た目ってこうだったって、なんだか違うような。ヨウムがそう思うのも無理もないわね。かなり近代的な作りで個性的で、あまり見かけない雰囲気よ。よくここまでレアな神社知ってたな。ふっふっふ、実はね、視聴者様が教えてくださったのよ。お、それはすごいので、貴重な情報をありがとうございます。参拝する神社を紹介していただけるなんて光栄の極みでございます。これからもよろしくお願いいたします。さて、今回はここらで時間